今いるところがですね、ソウルキャリバー5のプロジェクトルームで、ここの全体がですね、開発室となっています。今ソウルキャリバーのチームが結成されて、約1年ぐらいになります。 Our kind should not exist in this world. うちのソウルプロジェクトチーム、プロジェクトソウルの中では、次のソウルキャリバー5は新章を始めようということで、ポーの時代設定よりも十数年後の舞台を用意して、そこに新しいキャラクターたちを登場させて、古いキャラクターたちと、混ぜるようにしています。それなので、すごい、斬新だと思うので、新しい刺激はでかいと思いますね。最初が1999年にソウルブレイド、ソウルエッジですね、が作られて、でそれ以来この中のチームで働いている人たちがいます。ソウルキャリバーというのは4の時点で1回切れて、で5で新しく作り直したチームです。ですので今集まっているチームというチームメンバーは、やはり総じて志が非常に高い、さっき言った話じゃないですけど、5、6、7、8、9ってどんどん続けていこうというふうに、今回だけで終わらす気はないというところで、みんな意識の高いゲーム作りをしています。先生はいつもデザインしてもらってるうちの大エースです。デザインとあとイラストを描いてます。デザインとイラスト、うちの全てをやってるんで。ここはアニメーターですね。で、こっちもアニメーター、この辺全部アニメーターです。来ましたよと、うちのアニメーターのボス、南さんです。南です、よろしくお願いします。うちのアートディレクターの吉江さんです。吉江です。モデリングを担当している渡辺さんです。はい、どうですか渡辺さん。ちょっとまだ途中なんで、あまりお見せしたくないんですけれど。ソウルキャリバー5でリードプログラマーをしている中谷です。主に、プログラムの取りまとめや描画処理、その他もろもろ雑用含めて大抵のプログラムのことはやっています。これ第二スタジオだと思うんですけど、いますね。じゃあ中入ります。はい、そうですね、うちのシリーズをすごく支えてる、音楽の部分ですごく支えてる、一番有名かもしれないです中鶴さんです。はい、中鶴です、はじめまして。ソウルキャリバーというのは、なんですかね、美しい、もしくは世界観、もしくは格闘、美しさを追う人が来てもいいと思います。ゲームとしての楽しさを追う人が来てもいいと思います。で、格闘ゲームが好きだという人が来てもいいと思います。で、これを問題はどううまくまとめていくかの方が問題なので、来るメンバーに関して言えば、どの方面に興味を持っていても私たちは盛り上げるかと思います。